魔しないでくれ。邪魔しないでくれ。うんうん、ここのシェフはモンドの鍛冶師のワーグナーと同じくらいサービス精神がないな。なるほど、オーナーの命令なら仕方がない。だが残念だ、今は杏仁豆腐のような細かなデザートを作る余裕がないんだよ。どうしてだ？剣士の手で剣の調子を決めるのと同じように、料理人の手は料理のクオリティを大きく左右する。だが今の俺の手はゲインか。いや、実はお化けが出たってお客さんが言っててな。それにな、ついさっきキッチンで怪しい影を見たんだよ。このシェフ、見た目は怖いのにお化けの話になったら急に口調が弱々しくなったな。とにかくこの防御旅館が安全じゃないかと思うと、落ち着いて杏仁豆腐も作れない。仕方ない、最高の杏仁豆腐のためにキッチンに行ってみるか。元は大熱人のくせにそんなことでビビるなんて。ゴレットはお化けが怖くないのか？そんな類のものなんて今までもたくさん見てきたよ。あ、そういえば仙人が旅館にいるなんて誰も知らなかったのに、ゴレットは。その続きは私の秘密だからね。ねえ、あなたたち、あの子にもう人を驚かすのはやめなさいって言ってきてくれないかしら。あなたたちをいいように使ってるわけじゃないわよ。あの仙人の言う通り、人の魂は仙人ほど強くない。仙人と関わることで傷ついてしまわないよう、まずはお化けから慣れるといいわ。でもどうやってお化けを説得するんだ？旅館に掛け軸があるんだけど、そこにリーウェで千年もの間伝わっているコーマインが描かれているわ。そしてこの旅館の周りで完全なコーマインが見える場所を探してみて。